ウィキペディアエストニア語版、ウィキペディアエストニア語版、ウィキペディアはエストニア語版のウィキペディア。2002年7月24日に始まった。2018年3月現在、17万204記事がある。2008年12月7日、エストニアのウィキペディアンのアンドレスルアは、エストニアでボランティア活動のための15人のうちの一人として認められた。そして、 2013年に彼はウィキペディアへの貢献を理由に白星勲章を受け取った。2012年8月現在、エストニア語ウィキペディアは記事数が10万を超える言語のウィキペディアの中で和者数に対する記事数で3番目に多く、全体で見ると10位である。このエストニア語和社104 8660人という数字はエスノローグに基づいた推定値である。 エストニア語版ウィキペディアは全ウィキペディアの中で41番目20万記事を達成した。これは、ウラル語族の言語の中ではフィンランド語版ウィキペディアと、ハンガリー語版ウィキペディアに次ぐ3番目である。2018年3月現在、エストニア語版ウィキペディアの記事数は、フィンペルム諸語で書かれた記事のうち、約26%を占めており、 フィンペルム書語の記事の66%を占めるフィンランド語に次いで2番目に大きなものとなっている。エストニアからの編集が多いのに対し、他の国からの編集の中では多数派の近隣の北欧諸国からの編集は少ない。エストニアのウィキペディアンの最初の会合は2007年に開かれた。2010年にはウィキメディアジェスティというエストニアのウィキメディアの地方支部が エストニア語版ウィキペディアを支援するために設立された。ウィキメディアコモンズにはエストニア語版ウィキペディアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。